この場所から気配が二つに分かれているでござる。大元のたたり神の力は引き続き遠くへと流れているが、一部はここに残っている。ただ可能性は高い。まずはこの近くを探してみるでござるよ。何かに引き寄せられて、調べてみるでござる。これは、うわ、なんだよこの赤いの。ボロボロの服の上に書かれた手紙のようでござるな。字の乾き具合からしてすでに長い時間が経過している。とにかく読んでみるでござるよ。この手紙によると、ユウヤ殿は長門殿の刀を奪おうとして争ったとある。ユウヤ殿は倉庫に火を放ち、長門殿を切って傷を負わせた。そしてここまで追いかけ、体力がほとんど尽きたところでこの手紙を書いたようでござる。でもここにはいないみたいだけど。彼は致命傷を負っている上、たたり神の力による影響を深く受けた。さらにはこの強い気配が魔物を引き寄せてもいる。おそらくもう無事ではないであろう。周囲の痕跡も全てヒルチャールに荒らされ、これ以上探すのは不可能でござる。うむ、今は真相を突き止める必要がある。もしもユウヤ殿が今無差別な凶行に及んでいるのであれば、一刻も早く止めなくてはならない。そうだな、早く行こう。大方彼もたたり神の力に影響を受けたのであろう。武を習う者にとって最も扇動されやすい点は、その武芸と力の追求にある。ちぐはぐになっていた手がかりが全てつながったようでござるな。拙者に一つ思うところがある。これは失踪事件の答えになるだけでなく、あの襲撃者の素性も特定できるであろう。もう分かったのか。やっぱりこの二つの事件は関係してたんだな。うむ、だがそれでも不条理な話であるゆえ、やはりそのものに会ってから答えを確かめるしかない。引き続き彼の行方を探そう。ここから先いつ危険が降りかかってもおかしくはない。